ファスタテック緊急特番としてお送りいたします。ハローエブリバディ。はい、どうも皆さん、チャリエルでございます。本日、3月25日ですね、ファスターテックの撮影準備をしておりましたところですね、すごいものを発見いたしました。先日までですね、でかい最軽量インテグレーテッドハンドルですね、まあステム一体型になってるハンドルですね、もうこれ 200g 台前半はですね、ボンドレガーのトリプル X インテグレーテッドロードハンドルバーステムがですね独占しておりました。もう他はほぼ 300g 超えてます。まあ大体普通のねステムとハンドルが分かれてるタイプでも、まあハンドルがまあ 200g ぐらいかな、まあ軽いやつで 150g とかありますけどね。でまあステムが 100g ぐらいです。 300g から 250g いけたらすごいなというところなんですけれども、ふとね、私の使用しておりますこのカーボンクランクメーカーさん THM カーボンズのね、ウェブページを覗いておりました。まあ月1ぐらいで覗くぐらい本当に THM は好きなんでね、そしたらね、ついに来ましたね。This is the futureThM の送り出すインテグレーテッドハンドルバーフロンターレでございます。スペックといたしましては、リーチ 77mm、 ステムは90から 110mm、 400から 440mm まで選べるということになっております。では重量なんですけど、あ、ちょっと待ってください。まずボンドレガーのトリプル X からいきましょう。こちら 420mm、 ステム 100mm、 リーチ 93mm で 241g です。いや、これでもだいぶ化け物ですよ。そうなんですよ、軽いハンドルはあんまりエアロがないんですね。やっぱ円形の方がね、強度が保ちやすいですからね。それに対して THM ですね、少し条件が異なってですね、リーチ 77mm となっておりますね。 16mm 短いんですがご了承ください。フロンターレはですね 222g です。まあこちらも同じく 420mm のステム 100mm の重量になっております。どうしても同じ条件にならないんでね。ですが世界最軽量といって過言ではないと思います。これもし 400mm で90の組み合わせやったらいくらなんでしょうね。これはね、同社のウルナハンドルとティビアステムの組み合わせ、ハンドルが 155g、 ステムが 81g、 同じ条件になってます。で 236g ですからね、 14g 軽いです。まあボルトでありますとか、やっぱクランピングするのにね、その分の強度がいるわけですから。そしてね、ハンドルとステム別々よりフロンターレのが軽い理由一つこれあると思うんですけれども、ステムでねコラムに当たる部分、こちら大きく肉抜きが施されております。では最後値段いかせていただきます。値段はまずね、ボントレガーのトリプル X がですね税込みで7万円となっております。そんなことよりやっぱりこの、洗練されたシェイプで、やっぱりステムのねこのクランプの部分がないので、その分はもちろんエアロになっておりますね。でフロンターレですね、949ユーロで、ウェブサイトの場合、公式のねの場合は500ユーロ超えておりますので、送料は無料となっております。1ユーロ120円だとしていくらだと言いますと113,880円となっておりますが、これで終わるわけないですよね。私の動画よくご覧になってる方ならすぐピンとくるでしょ。そして輸入をよく行う方なら関税あるやろとそんだけ高いんやから、だいたい2万円超えてくると関税はかかりますからね。3万円で3000円ぐらいの関税がかかります。まあ物によりますが、だいたいそんぐらいです、自転車のパーツやと。はい、でそうなってきますと、だいたい12万円に関税がかかることになりますので、3000円の4倍、1万2000円がかかってきますので、それが換算されまして12万5880円、13万か14万ぐらい用意しとけば足りるんじゃないかと思われます。まあ今回ね紹介させていただいたのは、エアロハンドル以外の、まあ、ボントレガーのトリプル X のようなハンドルはですね、探してみましたが他はちょっと見当たりませんでした。なので今回はこの2つで、比較をさせていただきました。まあちょっと
これは高いなと思う方も多いと思いますが、天下の THM の商品ですので、まずは THM のホームページ見ていただければなと思います。気になる方ぜひぜひ、本当面白いですからね、 THM のホームページはね、洗練されたページになっておりますので、はい。というわけで短かったですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、よき自転車ライフを、さようなら。いやね、前回の動画の予告で申し上げておりました、ファスターテックを撮影し終わったのですが、その時点であと5日ぐらいしかなくて、あーどうしよう間に合えんなーとうっすら感じてたところで、気づけばこの動画を撮影していたので、皆さんにどうしても知ってほしいのもあり、更新の遅れが連鎖しないようにするっていうのもありで上げさせていただきました。次回は本編ファスターテック恋の紹介させていただくぜ。